それではですね、侵害革命をやっていきます。侵害革命はね、順番を覚えちゃえば、まあ、ほとんど終わりなんですよね。なので、まあ、内容も当然ね、大事なんですけど、ここはね、順番を意識して、こう、並べられるようにね、しとくと非常にいいと思います。さあ、それじゃあですね、スタートはここなんですよね。さっきさ、秦がまあ、ね、本気で改革をするんだけど、時すでに遅しで革命派が台頭してきたよって話をしてましたよね。でね、まあ、ヨーロッパにですね、どんどん食い物にされていくわけですよ。ね。で、秦はですね、こう改革するのにも、まあ、お金が必要なんですよね。で、秦はですね、どうするかって言ったら、まあ、中国ってすごく広いですから、まだ鉄道が引かれてないとことかさ、手がついてない鉱山があるわけね。で、そういったものを担保にして、ヨーロッパからお金を借りているわけですよ。ね。だから、こう、ヨーロッパの奴らが中国にどんどん進出してくるわけね。でね、これって結構さ、落とし穴があって、その、鉄道を引いていいですよとか、ここの鉱山掘っていいですよっていうとお金がどんどん入ってくるから、まあ、新側からするとあまり痛みがないんだよね。借金してる感覚があまりないんですよ。で、どん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 ですね、まあ、お金を借りていくわけですね。ところが、まあ中国って広いんだけど、広さにもやっぱさ、限度っつものがあるわけね。で、いよいよですね、まあ鉄道を引いてないところとかさ、手がついてない鉱山がいよいよなくなってきたわけです。でも、お金借りたいんですよ。ね。で、秦はどうするかって言ったら、まあ、幹線鉄道の国有化計画を発表します。要するに、民間鉄道を取り上げてですよ。国が取り上げて、それを担保にですね、ヨーロッパから金を借りようとするわけね。で、この四国借款のために、幹線鉄道の国有化計画があったっていうのをしっかり押さえてください。ね。四国借款、鉄道国有化計画、まあ、侵害革命って順番になります。まあさ、これはね、やっぱね、国民の反感を買いますよね。その民間鉄道を国が取り上げて、それをヨーロッパに渡して金を借りるわけですからね。まあ国を売ってるとしか思えないですよね。なので、1911年に四川省で暴動が起きます。四川暴動ですよね。四川暴動が起きですね、この後、霊元公っていう人がですね、暴れます。武将で暴れるので、武将蜂起って言いますね。まあ霊元公はね、この人軍人ですよね。進軍も軽くチェックしておくといいでしょう。で、これに呼応してですね、14省が独立を宣言します。14章がね。で、14個の章が独立したので、これが合体して、1912年に中華民国になります。ところが、侵害革命はですね、名もなき奴らからスタートしてますので、で、結果として14章に分かれちゃって、それがまとまらなきゃいけないので、まあ、割かしですね、こう、カリスマ的指導者が必要なんですよね。で、まあ、こう、革命派のリーダーであった孫文に、まあ、まとめてもらおうってことで、臨時大総統が孫文になり、都は、首都は、まあ、首都はね、南京になります。南京な、これ北京になってますから、正誤問題ダメよ。ね、南京ですよね。さあ、まずはね、ここの順番をしっかり覚えてほしいです。ね。幹線鉄道の国有化計画があり、これに反発ですよ。ね。で、侵害革命を具体的に追ってってくださいって書いたら、まあ、四川暴動、武将蜂起、中華民国。ね。四川暴動、武将蜂起、中華民国って並べられれば、まあ、いいでしょう。で、まあ、孫文で南京であると。ね。いうぐらいですよね。ここ押さえておくといいですね。で、今ね、こう、中華民国ができるんだけど、これ受験生がね、意外と間違いやすいのは、中華民国と清ってあるんだよね。二つね。まだ清は滅んでないんですよ。ね。中華民国ができ、まあでも清もあるよって、状況なんです。なので、この後、孫文はですね、この秦をやっつけなきゃいけないんですよ。ところがさ、孫文はね、軍人じゃないんですよね。彼は医者ですし、ね、お兄さんは家教だし、なんですよ。ってことを考えると、孫文はですね、まあ、お金はね、集めることは得意なんですけど、こう、軍隊を動かすっていうのは非常に難しいです。まあ、軍隊自体も少ないですからね、兵隊の数もね。なので、まあ、この孫文には、まあ、ちょっとね、言葉は悪いんですけど、極論しすぎだとは思うんですけど、経済力はあるけど、軍事力はないんですよ。ね、お金どんなに持ってても喧嘩は勝てませんから、この秦を滅ぼすっていうのがね、非常にハードルが高いんですね。で、まあ、これは困ったなって言った時にですね、この秦のトップ、ね、
軍事関係のトップでもあり、まあ、総理大臣でもあった人ですが、この遠征外っていう人がいるんですね。その遠征外がですね、革命派、いわゆる孫文と手を結びます。まあ、遠征外は言うわけね。俺を、まあ、中華民国のトップにしてくれるならば、ね、秦を滅ぼしてやるって言うんですよ。で、孫文には軍事力がありませんから、まあ、この遠征外の提案に、まあ、乗るしか、まあ、ないわけね。で、この孫文と遠征外が、まあ、組んで、秦を滅ぼしにかかります。ね。遠征外がですね、最終的に秦のラストエンペラー、ね、戦闘艇を退位させます。まあ、溥儀でもいいですよ。ね、戦闘艇溥儀を退位させ、まあ、ここに秦が滅びます。で、約束通りですね、遠征外が、まあ、臨時大総統に、就任します。でね、まあ、孫文はですね、まあ、遠征外軍人ですから、軍人がトップになるのは、まあ、本当は嫌なんですよ。ね、良くない。だけど、まあ、秦を滅ぼす人がいないから、まあ、それはそれでしょうがないと。で、遠征外がトップになってもですね、権力を振るわないように、憲法的なものですよね。まあ、臨時約法って言いますが、この臨時約法を作り、この大総統の権限を制限しようとするんですね。だから、まあ、言葉は悪いんですけど、孫文的には、遠征外、あなたはお飾りですよ。ね。中華民国はみんなで運営をしていきますよっていうスタンスを作ろうとするんですけど、ね。遠征外って軍人ですから、そんなね、道理が通用しないですよ。臨時約法守ってくださいねって言って、はい、そうですかってね、守るわけがないですよね。なので、この後ですね、遠征外は、まあ、この臨時約法なんて無視しますよ。で、当時ですね、こう一番人気があった政党、国民党のですね、総教人も暗殺しちゃいます。ね、総教人ちょっとね、チェックしておくといいかな。まあ難しいですよ。ね。で、遠征外が好き勝手やり、この後ですね、第二革命が起きます。第二革命はね、まあ覚えなくていいんですが、まあ遠征外がですね、大総統に就任します。で、この後好き勝手やりますよね。国民党を解散させ。ね、国民党を解散させ、国会を停止し、あとは新約法というのを作ります。まあ、これは遠征外に有利なですね、あ、新しい法律だと考えておけばいいです。まあ、ほとんど出ないですよ。ね。でですね、第二革命やり、遠征外が、まあ、独裁状態になりますよね。で、この遠征外っていうのはね、やっぱね、皇帝になりたかったんですね。で、皇帝になりたくて、第三革命が起きるんですが、これはですね、円の訂正運動に反発したものです。ね。遠征外はですね、皇帝になろうとして頑張るんですけど、やっぱしね、無理ですよ。わかるよね。だってさ、秦の皇帝がダメでさ、ね、辛亥革命が起きるわけでしょ。で、また皇帝かよって話なのね。やっぱし、昔ならいざ知らずですね、こう、共和国っていう概念が、まあ、当時の人たちはもうすでにあるわけですから、まあ、みんなで話し合って決めるっていうのがね、中国でも根付いてるわけですから、やっぱ皇帝っていうのはちょっとね、時代遅れな感じがするし、遠征外自体が軍人ですからね、まあ、あまりですね、いい世の中にはならないだろうって、まあ想像がつきますよね。で、この遠征外はですね、本当に人気がなくてですね、周りからも反発を食らいます。で、結局ですね、彼は訂正運動を諦めることになりました。ね。なので、ちょっと遠征外の話が細かく聞かれると、まあ難しいかなって思うんですが、まあ前半戦のね、この四川暴動、武将蜂起、中華民国、ね、戦闘艇溥儀が退位して秦が滅んだ、この順番がもう絶対鉄板ですので、まあここをね、しっかり押さえてくれれば、まあいいかなと思いますね。で、この後ですね、遠征外が死んだ後ですね、軍閥政治になります。軍人たちが、まあ政権を担っちゃうわけね。軍閥政治はですね、首都は北京になりますね。まあ、遠征外の時に北京に遷都してますよね。まあ、いいです。ね。まあ、要するに軍人たちが、政治を牛耳ってたと覚えてください。でね、いろんな派閥と人命の組み合わせがありますので、まあ、順番にね、派閥を覚えていけばいいかなって思いますね。でね、ちょっと難しいので、まあ、全部覚えられなかったら覚える必要はないんですが、一応紹介しておくとね、遠征外が死んだ後は暗記派。が、中心になります。暗記派のリーダーは、段気髄ですね。で、その後、直令派。ね、直令派は、風国省っていう人が有名です。で、法典派、張作霖ですよね。で、暗記派の段気髄が、まあ、この中では一番よく出ます。段気髄はですね、この第一次、世界大戦後の中国は段気髄っていうので、また後で出てくるので、
断気髄をチェックです。断気髄ね。で、暗記派の断気髄、ここは覚えます。直令派の布告書はまあいいかな、スルーでいいですね。で、方定派の張作霖はですね、これちょっと日本史寄りな人なので、張作霖がこの後日本に殺されるっていう内容が分かってれば、まあいいです。また後で出てくるので、その時を覚えてもいいでしょう。ってことで、この中華民国はですね、結局のところ、軍人たちが牛耳る世の中になりました。ってことは、辛亥革命は成功か失敗かって言ったら、まあ失敗かな、どっちかっていうとね。で、孫文はですね、この軍人たちが牛耳る中国。これはね、やっぱね、ダメだと思います。だから、もう一回革命をしなきゃいけない。もう一回リベンジだっていうことで、東京で再びですね、中華革命党、ね、っていうのを作ります。もう一回ね、こう革命をやろうって思いますね、孫文がね。中華革命党を孫文が作り、で、広州に戻り、広東軍政府っていうのを作ります。で、この後ですね、中国国民党と名を変え、まあ、2回目のチャレンジをしていくわけね。ね。このですね、中国国民党、また後で話しますが、中華革命党から中国国民党になるんですが、これはね、何を見てかっていうとね、中国でこの後起きる五四運動を見て、孫文はですね、革命党から国民党に名前を変えるのね。で、なんでかっていうとね、五四運動ってさ、誰がやったのって答えられないですよね。名もなき国民たちが、暴れた運動なんですよ。で、すっごいエネルギーがあるわけ。で、孫文はね、思ったの。革命っていうのは、下からやらなきゃダメだってことね。要するに、知識人たちが、まあ、社会的に、上位にいる知識人たちが、えいってやって革命したものは、まあ、あまりうまくいかないわけ。辛亥革命そうだもんね。やっぱし、国民みんなで下から突き動かしてこその革命だってことで、中華革命党よりも国民党っていう名前の方がいいだろうってことで、中国国民党に、まあ、名前を変え、2回目のチャレンジをするわけね。まあ、2回目のチャレンジはまたこの後でやりますから、今日はここで、止めておきましょう。ね。はい、最後ですね、利権回収運動の話をしておきます。利権回収運動って何って聞かれたら、さっきも言ったんだけど、中国はですね、まあ、清の時代にお金を借りるために、まあ、鉄道敷設権とか鉱山採掘権を担保にですね、外国からお金を借りてました。ってことは裏を返せば、ね、鉄道とか鉱山系のものって利益が全部ヨーロッパの会社に持ってかれるわけですよ。ね、中国の国内にいる会社が育たない。ね、国内の会社のことを民族資本と言うんですが、この民族資本をね、強くしよう。ね、国内の会社を強くしていこうっていうのが、まあ、一番の売りです。はい、なので、利権回収運動とは何ですかと聞かれたらですね、列強の分割によって反植民地化した中国ね、では、奪われた鉄道採掘権や鉱山採掘権などを取り返すっていうのと、民族資本を育成するっていう利権回収運動が行われます。ね、だから、まあ、鉄道敷設権、鉱山採掘権を取り返し、まあ、中国の企業が開発していく。これがですね、まあ、利権回収運動であだーってね、押さえといてくれれば、まあ、問題はないですね。